やっほー、ちょっと待ってね。ほーみな、夕方から配信してみました。お久しぶりの人もいるのかな、ありがとう。いいね、今日暑かった。あっ、めっちゃ可愛い風船のギフト。一回さ、外に出た時に暑かったから半袖やねんけどさ、暑いかな、あ、寒いかな。マニキュアを塗り直したいんですけど、マニキュアが近くにいなくて、ないかなマニキュア。あ、あったわ。あ、なかった、リップやった。おい、マニキュア塗ろうと思ったのにどこ行ったんやろ。最近マニキュア一生なくしてる。ショック。どこやったんやろ。もういっか。なんかさ、前髪切りすぎた。前髪切りすぎた。透明のマニキュアを塗ろうと思って、配信中に塗ろうと思ってたのに、マニキュアを持ってくのを忘れちゃった。塗りたい爪。こんばんは、こんにちはかな。夕方から久しぶりに配信してる気がする。ないかな、なんでもいいねんな。ありそう。あ、これいいやん、薄ピンクちゃん。薄ピンクでいいや今回。透明が良かったけど、あ、でも綺麗かも。こんばんは、開始早々マニキュア塗り始めるっていう。ああ、まあ可愛いかも。こんばんは。そう、もうね、すぐあったかくなったら半袖着ちゃうんですよ。血の悪いとこ。そしたら帰り寒いね、いつも夜。半袖で、しかもみんな気使って長袖着てんのにさ、街で会う人は夜寒いからって。あの子、なんか間違えたんやなっていつも思われてると思う。昼の暖かさに騙された子やって思われてる絶対。それも理解した上で半袖を着たいね。
ご飯食べながら見てるのって早いね。夜ご飯、私は昼ご飯朝昼兼用を食べました。でも最近朝昼夜さ兼用になってしまいがちでさ、ご飯食べるの忘れちゃう。気づいたら一日終わってるくない？ね。こんばんは。濡れた？お腹空かないの？なんかね、あんまお腹空かへんかも。お腹。なんか確かにすかへんな。なんかすいたら、なんかボコボコになっちゃった。せっかく塗ったのに。お腹はね、最近あんまりすかなくて。そう、透明のマニキュア塗り、なんか人差し指変になっちゃった。あ、ニコちゃん風船ありがとう。家にお菓子とかはある？ないかも。いつも家の中何もないからお腹すくたび、お腹すくたびに外に行って買いに出るシステムです。こんばんは。こんばんは。ちょっとやっぱ透明のマニキュア探してくる自分勝手。最高のモトカフェでしょ。だからだからだから、あ、あった、あ、そうって感じ。からなんだって話じゃなくて、なんかまとめ買いしていいんですけど、その時に食べたいものを食べたくて、だからなんか買いだめもありなんですけど、前日の夜に買いだめしても次の日にはもう食べたくなくなっているので、その食べ物ちゃんが。それならなんか起きてお腹空いて、これ食べたいなって思ったものを食べるっていうのが一番いい自分の生活習慣
だからでもお腹すってさ、買いに行かなあかんねんけどさ、あのなんかさ、結局買いに行くのめんどくさくなってさ、そのまま寝るからさ、そう意味ないんですけどね、その買いだめした方がいいよっていう感じなの。だから朝昼夜兼用になっちゃう。でも朝昼夜兼用ってめっちゃ変よな。ウーバーイーツも使っているんですけど、なんかね、食べたいものがウーバーイーツの中に入ってないんですよね。スーパーのその好きな、めっちゃ好きなお惣菜があって、それを毎日一食食べてるんですよ。そうで、それがもう売り切れ、スーパーで売り切れてたりしたらもう元気なくなっちゃって、もう食べたくなくなっちゃうんですよ、それ以外のもの。だから結局食べずに終わるっていう感じですかね。そう、食べたくなくなっちゃうんですよ、それが食べたいのにってなっちゃう。君がふん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 、マニキュア濡れたよ、みんなありがとう、手伝ってくれて。今日もそれ食べたずっとね、そのスーパーでお気に入りのお惣菜があるんですけど、それが大好きで、前ね全然見つけられなかったのに、最近よく売ってくれてて、めっちゃ、そうだから一日一食それ食べてる。でもなんかね、納豆ご飯も食べたりしてる。昨日の夜さすがに一食はお腹空くなと思ってて、10時くらいにお腹空いたっていうか、なんか食べとかなあかんなと思って、昨日練習もしてたし、だからあの納豆ご飯を食べましたそう、結局ね昨日3時くらいまで練習しちゃってたので、食べていてよかったなって思いました。最高のことがあるんですよ、だからそう、自分が納得いくところまで練習して寝ようと思って、だからそうなんですよ。でも昨日本当に違うんですよ、練習のやる気が出へんくて結局始めたのも12時過ぎたくらいからやってん、12時くらいからやったから、もう3時間もかかっちゃったんですけど、もっと早くね練習をね頑張ればよかったんですけど、やっぱうん元カレです、踊れないです、まだレッスンもまだしてない。最高の元カレです。だから今日はちょっと練習前、あ違う、配信前に練習して、またその資料がね
あの来てない曲があったりとかしたので、それはまた夜とかにしようかな。それなのにだだだ、こんばんは。こんばんは。ずんちゃんの逆上がりいつに、あ、そっか、初日発表されたか。そう、ちょっと出られないんですが、お楽しみに。私の初日も、髪伸びたよな、わかる誰にも言われてへんけど、わかる、髪伸びたよな。めっちゃボブやったのに伸びてきた。てかさ、去年のさ今頃沖縄撮影してそう。今頃じゃないけど去年の今頃くらいかも。1年くらい経ったかな。懐かしい。なんかさ、連日雨が続いていたからさ、なんか今日さ久々に晴れたんよね。だからなんかすごい懐かしい匂いするなと思って、こんな、なんか今日練習することも少なかったから窓全開にして、なんかうんって携帯触って過ごしていたんですよ。昼過ぎというか、まあおやつの時間くらい、日中なんかすごい懐かしい匂いやなみたいな、このすごい穏やかな匂いで懐かしいって思ったら、去年の休養してた時くらいの匂いでした。だからなんかこんなに穏やかで優しい春の香りがしました。そう、そう、素敵な香りがした、幸せ。マニキュアも塗れました、ちゃんと。なんか噂によるとさ、5月のさオンラインお話し会に17期生が参加するらしい。わからん、噂やけど、参加すんの？え、わかる、初夏の香りした。初夏って呼ぶんかな。あ、やっぱりそうなんや、参加すんねんや。いつお披露目なんやろう。お披露目する場とかある？この間に。ないね。久々の後輩。確かに久々の後輩かも。まだね、会ってないんですよ、実は。まだ会ってない。
どんな子が入ってくるのか楽しみですね。すごい、何人くらい入ってくるんやろ。17期生入ってくるの楽しみ。うん、楽しみ。なんかまたこの世界の中で AKB になれた子がいるんやなって思ったら嬉しくなる。何歳くらいの子が入ってくるんやろ。なんか分からへんね。関西出身いるのかな。ああ、どうなんやろ。でもいろんなさ、最近アイドルがさ発表されるやん。あのこのアイドルですみたいな見るたびに、なんか関西出身の人とか兵庫県出身の人見つけて、同級生やったらどうしようとか思って、なんか知り合いやったらどうしようとか思って見てるけど、まだ知り合いはいない。そう、どこでお披露目するのか楽しみですね。私はいつ会えるのやろ。初日公演、ああ、ありそう。かわいい。こうやってさ、脇広げてマイク持つんかな。まだ現代の子はやっぱマイクのさ持ち方とかもう分かってんのかな。最近の子は令和に入ってくるアイドルの子は。お願いしますとか、16期来ないやったのに脇めっちゃ開いてさ、マイク持って緊張してたな。SKE さんの11期生は明日からショールーム個人配信するし、あ、そうなんや。お披露目は終わったんかな。 SKE さんももう11期生か。はあ、すごいね。どんな子が入ってくんねやろ、楽しみやわ。ちょっとお腹空いてきたかも。なんかね、2時くらいにご飯食べた記憶。何時くらいに食べたんやろ。お腹空いてきたけど、今日は衣装合わせみたいなのがあるので、そんなに食べられない。
や普段はね何も食べずに行くんですけど、さすがにお腹空いて普通にご飯食べちゃった不安入るか。そう、何食べよう終わったらそう、でもさ、あの帰ってきて夜もう一回配信しようかなって思っているところではあるなんかね、ちょっとだけ練習がね全然あの終わっていないんですけど、ちょっと一段落ついたので今日は配信しようかなと思って、昨日メールもねなんか画像が添付できなくて送れなかったのでその分取り返すわ。そう、帰ってきて時間があれば配信しようかな。何食べようかな、お腹空いてきた。何がいいかな。まずお腹空いたらね、最近あの自分が今何を食べたいかを問いかけるの。やからあのまだ分からへん、何食べるか。ちょっと待ってな、問いかけるわ。みんなは今何食べたい？何食べたいかな。寿司いいな。でも昨日納豆巻き食べちゃってんな。マクドねえ、わかる、マクドあり、マクド食べようかな。フラペチーノ、あーわかる、飲みたい。ちょっと待って、あくびごめん、なんかあくびっていうやつが出た、わざとじゃないらしい。お刺身いいね。お刺身ねあんまりね好みじゃなくて、ごめん。今日ハッピーセット食べた、あいいな。マクド食べたいな。でも全然今食べたい気持ちじゃないからやめるわ。何食べたいかな。豆腐そうめんとか。そう、でも私ね一人でいるとき外食しないんですよね。なんか外食、一人の外食あんまり好きじゃないっていうか、一人でいるときにあんまりご飯なんか食べるのが楽しくないから、いつも YouTube 見て食べてるカレーライスいいな。まだわかなんかね、急に食べたくなんねん、これ食べたいってなるか。多分今お腹だけ空いてて何か食べたいっていうのはまだ来てないらしい。最高の元カレです。だからだからだから、あくびじゃないよ、あくびじゃない。何食べたいかな。でもすごい今ねハマってるスーパーのお惣菜っていうか食べ物があって、それ昼に食べたけどやっぱ夜も食べたい。
あればっか食べてんねんけど、最近もう5回くらい食べた。その前配信でさ、あのスーパーにある食べ物が美味しくて、お惣菜の食べ物なんですけど、それを食べるのにハマってて、でその日3回くらいスーパー見に行ったけどなくて、そしたら次の日ってあったんですよ。写真撮るの忘れちゃって載せられなかったです。早く食べたいな。それも夜も食べちゃおうか。でもさすがにさ、夜も食べたらプープーになるよね。プープー。まだ言うかちょっと迷ってるから内緒にしとく。まだ内緒。めっちゃ美味しいんですよね、それが。めっちゃ生地にクリーム塗り出す。そうなんですよね。ちょっと迷う。チルのクリームです。今日でもなんかメイクしてんけど、あんま今日顔の調子良くなかった。前髪切りすぎたからかな。あら、夜ご飯何食べよっかな。何食べよっかな。食べようかな。夜ご飯何食べよう配信。最高の男なんです。マイバッグ、ハンバーグいいね。パスタあり。まだ何食べたいか決まってないかも。前髪ちょっと短いね。間違えてきちゃったよ。配信は10時とかになるかな。10時とかになっちゃうかも。食べながら配信？食べてから配信する。ご飯はちゃんと食べる。でもどうやろう、眠たくなっちゃったら寝ちゃうかもしれへんから、まだ配信するか分からんけど配信はしたい。こんばんは。こんばんは。シュークリーム5個やって、すごいリクエストしてきたやん。シュークリーム5個か。いけるんかな。シュークリーム5個いけそう。気持ちは
なんかすごい初訪問の人も来たしレベル上がってる人めっちゃ会ってコメントなくなった。何にしようかな夜ご飯。なんか最近なまつげがなめっちゃ抜けんねんやんか、ほんまに。なんか洗顔したら3本くらいはいつも抜けんねんけど、多分そのまつげのなんか毛の毛周期みたいなので、多分まつげがめっちゃ抜けてて今生え変わり時期らしい。そう、なんかまつげって生え変わるらしくて、何ヶ月かに1回とか、多分今その生え変わりが来てるんか分からへんねんけど、めっちゃまつげ抜ける。だからところどころねまつげがないっていうか少ないんですよね。少ないよね。そうらしい。プニプニやった。二の腕プニプニやった。そうらしいです。まつげの生え変わり、あ、春やかやっぱいろんなものが変わっていくんかな。すごい眠くなってきたから、多分フィッティングの時寝ちゃうかも。切り替わるんかな、まつげが。営業スマイル。すごい髪の毛が伸びた。そしてなんかワンピース。大丈夫ワンピース。こうか。髪がねめっちゃ伸びたんです。毎配信言ってる。髪が伸びたんですって。いいでしょう。髪色も髪もの長さも全部迷うな。こんばんは。みんなもう夜ご飯食べたん？ん？夜ご飯食べた？これからいいね。これからなの。ウルフにしないんですかって聞かれた。ウルフにはしないです。ウルフにはしない。ウルフ最近めっちゃ増えてない？ウルフってなんか最近流行ってる？ウルフカット。そう、だからウルフにはしない。やっぱね、あの髪の毛の毛先が全部揃ってる髪型が自分的にすごい好きなので、これでしばらくは行きます。ウルフ人気よね。ゆいりさんがめっちゃ好きやわ。多分さ、ゆいりさんにさウルフカットしてるさマネキンとかあげたらもうめっちゃ喜ぶと思うくらい、ゆいりさんウルフカットめっちゃ好き。てかウルフカットしてる人のことめっちゃ好きやから、なんかゆいりさんのファンの人でなんかゆいりさんに好かれたいとか、ゆいりさんになんか好きって思ってもらいたいとか、かっこいいとかかわいいって思われたいって思ったらウルフカットにすべき。すぐ好きになってくれるよ。
そう、それのとどめで自分がウルフして、そっからのとどめでウルフカットのマネキンを送る。そしたらゆいりさんはもうあなたの虜あなたの虜よ。だから最近ゆいりさんのファンになって、どうやったら好かれるかなとか、どうやったら覚えてもらえるかなとかって言ったら、と思ったらもうウルフカットにすべき。もうめっちゃ好きになってもらえるよ。食いつきが良くなる、ゆいりさん。ゆいりさんの好きなタイプ、多分ウルフカットしてる人やと思う最低最低最低友達。そうそう、だからウルフカットにし、私は女の子の好きな髪型は、でもやっぱボブが好き。ボブっていうかショートくらい、ショートっていうか、うん、ボブとかの髪の子がすごい好き。短めな子に魅力を感じてしまう。自分は髪伸ばすけどボブヘアの方がすごく好きです。メンバーで言うと誰？誰かな。でも矢作もやかちゃんはすごくもうドタイプでした。そう、ドタイプ、もうめっちゃタイプ。矢作もやかちゃんを一目見た時からもうめっちゃ好きでした。そう、ボブの女の子がすごい好き。あ、そう、さとねちゃんとか、それこそ髪の毛切ってたさとねちゃんとかもボブめっちゃ好き。なんかショートとかじゃなくてボブが好きなんですよね。そう、ボブ、うん、うん、かな。その辺のメンバー好き。すごくお腹空いてきたし、すごく眠くなってきた。やっぱ夜になると眠くなるよな。すごい寝るんですよ最近、びっくりなことに本当になんか、まあ、練習が第一なんですけど、その次に絶対睡眠、食よりも睡眠が最近勝ってて、練習、睡眠、掃除って感じ。そう、本当に一日中眠くて、やっぱ眠いですよね春って。わかる。春ってやっぱ眠くなっちゃうんかな。すごく眠たい。あ、ギフトありがとう。
見てる、今投げてくれてるの、いっぱい飛んでくれてるね。うわ、夜ご飯何食べよう、めっちゃお腹空いてきた。でもマクドナルドありやな。あー何食べよう、すごい角度これ。迷うな。オムライスとかも食べたいな、親子丼とか。パスタサラダもいいね。迷っちゃう、お腹空いて早く食べたい。なんでフィッティングって夜に入ってくんねやろ、いつも。今日は食べちゃったけど、いつも本当に一日食べずに終わっちゃう、そのフィッティングのために。迷うな、あ、じゃあ後で夜はマクドに行きます。いいなあ、迷うな。でも夜にマクド食べたらさすがに太るしな。すごい、初訪問の人いっぱい来た。これみんなには表示されるの、この初訪問みたいな。あ、あなたと本人にのみ表示されていますって書いてたわ。ちゃんと読んで自分。ずんちゃん、公演とかコンサートの前はいつも食べないの？食べる時もあるけど、基本は食べへんかも。食べずにそのまま出ちゃう。なんか重いんですよね、食べたら。すごい吐きそうになっちゃうし。から、あと綺麗な状態で衣装を着られたらなっていう、本当にちょっとのこの差みたいなの。で、公演前とかは食べないですかね。コンサート前とか。髪の毛サラサラ。あ、そう、昨日発表されたんですけど、あのアイドルカレッジさん、え、間違えた、明日のカレッジさんに出演してさせていただきます。アイドルって言っちゃった、アイドルすぎた、さすがに職業出ちゃった。明日のカレッジさん、 TBS ラジオさんなんですけど、あの昨日の夜中、そう、28日やっけに出演させていただきます、ラジオ。そう、ラジオです。ぜひ聞いてください。28日の10時からかな、夜22時からそのラジオは始まります。ぜひ
きつつハッシュタグ山根鈴葉をつけてのツイート、実況ツイートとか感想ツイートとかしてもらえたら見に行きます。あと明日のカレッジもつけてハッシュタグ、ぜひ。なんか高校卒業についてかな、それを見てお声かけしていただき出演することになったのでぜひ聞いてくださいませ。お腹鳴っちゃった。そう、緊張するよね。そうなんです。あ、ラジコで聞きます。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。あとは何のことを言ってない？あ、黒フェスについてかな。黒フェス、それは29やっけ、29な気がするふふ、確認の顔。何日か忘れちゃった。29やったっけ。29やんな。なあとか聞いてんのやばい。あ、やんな、やんな、よかった、ありがとう。そう、29日に黒フェスに出演させていただきます。2回目です。先月じゃないや、去年出演させていただいたんですけど、今年なんか野外フェスになるの？噂によると。全然もう全部の情報がもう確かじゃないから怖いよね。野外フェス、なんか前回室内やった気がすんねんけど、今回野外フェスになったのかな。の出演させていただきます。野外ですんねよ。そう、なんかさ、フェスにゆきりんさんいるの新鮮よな。そう、ゆきりんさんがいるんですよ。ゆきりんさんフェス出るんやって思ってびっくりした。めっちゃ嬉しい、一緒に出られるの。でもね、出ることをゆきりんさんから聞いたんですよ。ずんちゃんとゆいりは出るよってフェスに言われて、えっみたいな、聞いてるって言われて、えっってなって、ゆいりさんと2人でみたいな。そう、レッスン上で2人でいたんですけど、ゆりさんとその時に出るよと言われて、えみたいな、でやったーって2人で喜びました。そう、去年のね、黒フェスがすごい楽しかったんですよ。その多分メールとかで去年すごい送ってたっぽくて、めっちゃ楽しかったみたいなので、だから2回目出られて嬉しいです。楽しみ。今回は野外です。もうチケットの受付って終わってんの？まだ受付してる？
共催班始まった。おお、そうなんや。よかったら、あの予定が合う方とか行けそうやなって方はぜひ来てください。ぜひ、あのいちごカラーのペンライト、ピンクと緑振ってくれたらもうほんまにすぐわかるから、すぐ手振るから。だからもしあの来ようとしてくれてて絶対気づいてもらいたいって思ったら、あのピンクと緑のあのペンライト振ってください。そしたらあの見つけます。前回のねフェスもね、いちごカラーのペンライトの人いっぱいいて嬉しくて、もう全員指さしたから、全員に刺さったと思う指が。ってくらい嬉しい。うちわとかもね、あ、OK なんか分からんけど OK やったぜひ。楽しみ。みずきちゃんも寝るね。楽しみ、みずきちゃん。久々に一緒にフェス出るかも。本当に今月もすごくお忙しくさせていただきましてありがたいです。あ、あやかちゃんも出んの？そうなんや。あやかちゃんアイドルしてるもんね。これは入れるの？出してこんか。こんばんは。やっほー。パラディークっていうグループなんや。パラディークさんも出る？その日。じゃあ会えるかもね。あ、アベライド振ってくれてる。ありがとう。ありがとう。うん、かわいいってきた。ありがとうございます。あ、いちごカラーや。ありがとう、ペンライト。あ、風船も。あ、もう7時になっちゃう。じゃあバイバイ。順位発表します。13位、アクロ王さんかな。おおきに。12位、秋月さんかな。おおきに。11位、みゆさん。おおきに。10位、ぐわしさん。おおきに。9位、ゆっちっちさん。おおきに。8位、藤原さん。おおきに。7位、しゅうちゃんさん。おおきに。6位、くぼずんさん。おおきに。5位、セミロングアットマークずんちゃんずさん。おおきに。4位、たれさん。おおきに。3位、たもちゃんさん。おおきに。2位、もーちゃんさん。おおきに。1位パンダ丸さんです。おおきに。毎度おおきに。パンダ丸。パンダ丸さん1位おめでとう。そしてたくさんのギフトもありがとうございます。あ、じゃあ帰ってきて配信できたらまたするんで、あのよかったら、あ、また連絡します。あの聞いてほしい話あったから、またその時に話すわ。じゃあ、みんな、ありがとう。配信来てくれて。バイバーイ。またねー。